さて、今回の考察動画では、前回投稿した考察動画からさらに深掘りした考察について解説していきたいと思います。ただ、今回の動画はですね、前回の動画の何倍もきつい言葉や表現、そして生々しいテーマについて話していきますので、くれぐれも注意してご覧ください。何はともあれ、まずは、前回の動画たくさんの考察コメントいただいておりまして、どれも大変楽しく読まさせていただいております。ありがとうございます。今回はその中でも、複数の方が言及している、舞台は体内であるという説について、深掘りしていきたいと思います。まあ、この説はね、どこから出てきたのかというと、エンディング間近で寄生虫に囚われてしまった姿が受精卵のイメージ像に近かったり、本作に登場する壁が子宮内膜から出来上がっているという開発者の話と、その壁にたくさんの卵が付着していることから、これらを受精卵の弱小として考えることができたり、なんていうふうに世界が女性の体内であることを示唆する情報に満ち溢れています。前回動画内で紹介することを忘れてしまった話、本作の舞台はエイリアンの世界ではないという開発者の言葉は、遠い未来の地球を示唆しているわけではなく、人間の体内を意味しているとも捉えられます。ただ、もちろん本作はビジュアル先行で出来上がった作品だとも思うので、辻褄が合わなかったりする箇所も多々あると思われます。ということで、もし本作の舞台が体内だとすれば、他にどういったメタファーが読み取れるのか、みんなで見ていきましょう。本作の全体的な雰囲気から、舞台が生命体の体内であったとしても、そこにはテクノロジーを感じるところが多く、何かしらの現代医療、例えば人工授精や人工中絶、病気や不妊治療というような生殖と科学の風刺的なメッセージを感じます。例えば、前回の動画でとある爆発として紹介したシーン、あそこではどう見ても男性生殖器を模したオブジェが爆発します。そして、爆発とともに流れ出る白い液体については言うまでもないでしょう。そして、もしあそこで何かしらの菌に感染したというメタファーにすれば、男性由来の性病にでもかかってしまったのかもしれません。ちなみに、モールドマンは直訳でカビ男、カビ系の性病といえば素人にはカンジダが思い浮かびます。菌糸的な成長をするものもあるようです。それにしても、このエリアに直立するオブジェの多いこと、これは暗にこの女性が行ってきた行為の回数を表しているのかもしれません。そして、壁にくっついた無数の卵は何度も妊娠をしてきたという過去を示唆しているのかもしれません。ただ、フィールドに横たわる死体を見る限り、その全てがうまく出産へつながったわけではなさそうです。ここで仮説が分岐することになります。外科アシラが持つ器具は、確かにリスナーさんが言及したように、堕胎に用いられる器具にも見えます。ということは、ここまでは任意の中絶が行われてきたという可能性が考えられます。ですが、本作の病的な体内を考えると、不妊治療の一過程とも考えられるような気がします。例えば、このクイーンの見た目、卵巣の一部と似ているような気がしませんか？でも、背中には無数の奇形クリーチャーが、もしかしたら病気に感染しているのかもしれません。そんな中で母体は治療を進めているのだとしたら、卵子の持つ銃は薬の効果で得られた何かしらの抵抗力を表すものとも考えられます。これらの仮説を唱えると、先ほどの無数の男性器のオブジェは妊娠に挑んだ数なのか、単に股が緩いせいで無数の男と寝たということなのか。ここで気になるのは、本作のタイトル、スコーン。本来かなり攻撃的な軽蔑や嘲笑という意味を持つ名詞ですが、何度も不妊治療に挑む姿を軽蔑するとは考えにくいですよね。いや、もしかすると科学の力に頼ることを軽蔑しているということなのかもしれません。自然に抗う行為を眺めながら嘲笑しているのかもしれません。と、ここまで来ると、あるコメントの言葉が気になってきました。この世界は子宮なのでは？最後の受精卵的演出は子宮外妊娠なのでは？この2つの言葉を考えた時、もしこの世界が1つの体内であるとすれば、最後の受精卵というものは雌雄の両個体を必要としない単位生殖で出来上がったものであるということ、そして、ここは女性の体内だと限定することもできないということ、また、それが子宮外妊娠であるということは、自然ではなく、まるで人工的な生殖であるということを示唆しているように思います。
ということは、本作は現代医学の発達により人工的で性差を超えた生殖活動が可能になった世界。性差は存在せず、雌雄どちらにも属さない生命体だけが残った世界。しかしそうして出来上がった世界はユートピアではありませんでした。性差が消えてからそこはディストピアへと様変わりし、人は再び性差を求めるようになった。そうした性差という自然が作り上げたものへの賛美と崇拝がポリスを作り上げたのです。本作は必ずしも LGBT 批判の作品だとは思いません。しかし中には越えてはいけない境界というものがあったりもします。性がない世界だからこそ性のシンボルをたくさん描く必要があったのです。この世界に残る最後の女性のシンボルはあのクイーンだったのでしょう。さて、というわけでですね、まあ、今回のこの2本目の考察に関してはですね、かなりね、リスナーさんの、コメントを見て、あ、なるほど、そんなのあったんだみたいなね、個人的にも感化されたところから、合点がいくところまで、考察を推し進めてみたという感じですね。まあ、ここまで来るとね、本当にかなり、際どいところを突っ込んでる作品だなっていう気もしますし、まあ、開発者が、公に口に出すこともないのかなっていう気もしますけど、まあ、おおむねこういった、作品だったのではないかなと思います。うん、本当に現代風刺な、物語だったのかなっていう印象ですね。いやー、何にせよ素晴らしい作品でした。まあ、これにて一旦、本作の考察動画もね、終わりにしようかなと思いますので、またこちらの動画にも皆さんの感想等、書き込んでいただければなと思いますので、よろしくお願いします。今回の動画良ければ高評価、いいね、まだ押してない方よろしくお願いします。職員さんはチャンネル登録まだしていなければチャンネル登録もしてみてください。ではまた次回の動画で。